私の戦闘力は53万です。宇宙の帝王フリーザの野望は地球から来た戦士たちによって阻まれた。やってくれましたね皆さん、よくも私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。初めてですよ、この私をここまでコテにしたおバカさんたちは。まさかこんな結果になろうとは思いませんでした。許さん、絶対に許さんぞ虫キャラども、じわじわとなぶり殺しにしてくれる。フリーザの逆鱗に触れてしまった戦士たちは彼を帝王をたらしめる恐るべき能力を思い知ることとなる。それは木がどんどん強くなっていく。このフリーザは変身するたびにパワーがはるかに増す。その変身をあと2回も俺は残している。その意味がわかるか。お前フリーザの圧倒的なパワーがナメック星を絶望に染めていく。今度はこっちからやらせてもらうよ。軽くね。希望は一人の男の手に委ねられた。彼の名は孫悟空。だが最強の元気玉をもってしてもフリーザを倒すことはできなかった。ピッコロさん、一匹残らず生かしては返さんぞ。ダメージは食らっても貴様らごとき片付けるのはわけはないぞ。
お次はガキの方かな。このしつこいくたばり損ないめ。いいだろう、今度はコッパみじんにしてやる。あの地球人のように。あの地球人のように、クリリンのことか。クリリンのことか。逆転に次ぐ逆転、果てしない死闘の果てについに決着が訪れる。立つんじゃねえ、伏せろ伏せろ。うわっ、そんな。孫悟空はフリーザにとどめを刺さなかった。それどころか自らの気を分け与え、命さえ救った。だが、俺は宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって死ななければならない。俺に殺されるべきなんだ。